では外装から見ていきます。まずフロントバンパーですね、なんか色あせがなく綺麗ですね。ちょっとまあこの辺の飛び石とかの傷はありますけれども、大きく傷ついているような感じのところはないです。まあ、ここら辺の飛び石とか分かりますかね。ここら辺とかですかね。あと若干ちょっとリップが浮いてきてるかなというぐらいですね。ヘッドライトは、まあ、ちょっとくすんできてるかな。ボンネットはやっていないですね。傷の方も目立って大きいのはないですね。まあちっちゃいこういう、あ、でもこれはホコリか。ないですね。ほぼなさそうです。で、左のフロントフェンダーも綺麗な状態です。ホイール純正です。ちょっとホンダエンブレムが剥げかけてますけども、タイヤもこんな感じでかなり溝が残ってますね。で、ドアミラーも非常に綺麗。助手席のドアも特に気になるような感じのところはないですね。サイドステップ周りもご覧の通り綺麗な状態かな。あ、ここは擦ってるかな。そうですね、ここちょっとスーッとこう、擦ってるような感じです。あんまりわからないですけどね、こんな感じですね。で、左のリアフェンダー綺麗ですね。へこみは特に見当たらないかな。大丈夫ですね。で、左のリアホイール、こちらもちょっとホンダエンブレムが剥げているのと、ちょっとガリ傷がありますね。リアタイヤもフロント同様というか、フロント以上に残ってますね。で、リアバンパーです。綺麗ですね。特に気になるようなところはないかな。純正のリアウィングの方も特に色あせもなく、トランクもへこみ、色あせありません。マフラーはノーマルです。右のリアフェンダーもこんな感じで綺麗ですね。珍しいですね、赤でここまでの状態を維持しているっていうのもね。運転席側のドアもかなり綺麗な状態。サイドステップ周りこれですね。こちらも特に気になるところはございません。右フロントのフェンダーもとても綺麗な状態です。最後にルーフ、特にへこみとかもないですね。色あせもなくて、外装は全体的にかなり、綺麗な状態かと思います。以上です。